ね、こうビューティーのギャグどうですか。全然知らない。全然知らない。美意識。おかげさまで左岸芸人です。今日はそもそものなんか高橋さんの地元での知名度、うん、あらちょっと聞いてみたいな。15人知ってたらご褒美、うんうんうん、あ、ご褒美ね。15人知ってたらご褒美。はいはい。で、行かなかったら罰ゲーム、うん、罰ゲーム。僕の名前を当ててほしいんです。メタルラックはメタルラックです。美意識高橋きた。ビューティー。名前わかります。知識高し。知識高し。僕のこと知ってますか。知らない。あの日よっかよっかよっか。ウエさん僕のこと知ってます。知らない。知るわけがない。テレビ置いてないかな、みんな家に。もしかしたら。おかげさまで左岸芸人です。移動してきました。来ましたよ。佐賀のね、ど真ん中、大都会ですよ。さっきの道の駅よりはどっちかというとちょっと年齢層的には若い方になるのかな。もう佐賀駅の目の前ですからね。あ、若者おった。お姉さん、佐賀の出身。出身。あ、いただきました。ありがとうございます。お姉さん、ちなみに今おいくつですか。19です。19歳。一番ハマる年代です、たかしが。あのお姉さん、僕のこと知ってます。全然知らない。全然知らない。全然は別にいらんや。知らないでいいや。顔こんな感じです。顔はい、ほらほら。え、何違う。違う。え、あのさらば青春。いや、さらば青春の光の森田さんじゃねえわ。顔似てるけどやね。嬉しくないのよ。じゃあちょっと僕のギャグあります。ビューティー。全然知らない。全然はいらんや。全然がいらんのよ。でこうビューティーのギャグどうすか。全然知らない。全然知らない。おかげさまで左岸芸人です。僕佐賀商業高校っていう学校を卒業してるんですけど、お姉さん、はい、佐賀商業高校。そうです。先輩です。え、何。ちなみに、はい、僕のこと名前わかります。うわあ。ちょっとお願いお願い。ヒントいいよね。ヒントじゃあ見てもらっていいですか。ビューティー。ビューティー。ビューティー。美意識。はい。美意識たか。たか。たかし。たかし。たかし。よっしゃー。やったー。もっもうたかおもしも一緒ですからね。ほぼいいよね今のね。やっぱ先輩だよ。おかげさまで左岸芸人です。めっちゃおしゃれ。もうずっと佐賀に住まれて。ああ。でも東京に住んで。あら、確かに東京のね、香りがしますよ服装から。だってここマジでおしゃれ、めっちゃおしゃれ。もう佐賀に来て何年か経つわけですよ。7年ぐらい。あ、バッチリ期間合ってますね。ちなみにあの佐賀の出身のこのお笑い芸人といったら誰思い浮かべますか。あの大きい人。大きい人。メガモッツ。あ、そうです。ああ、いや、あいつらかよ。あいつらか。メガモッツさんか。まあ確かにめっちゃ。ってことは、ってことはよ、名前わかります。僕の。確かにメガモッツさんのことも大きい人って言ってたもんな。お名前何さんですか。私ですか。はい、ゆうこです。ゆうこさん、はい、じゃあいきます。はい、ゆうこさんにビューティービューティー差し上げました。ありがとうございます。今の大ヒントです。下の名前はたかしって言います。国部。国部。ビューティー国部さんです。それは。他の芸人さんです。ビューティー国部さん。僕何度か言われたことあります。おかげさまで左岸芸人です。ちょっとよかったら一瞬だけ協力していただいたら飛んで喜びます僕。じゃあお姉さんいきます。僕のこと見たことあります。知ってますか。知らないです。いや大丈夫大丈夫、ここ大丈夫です。お父さん、僕見たことあります。見たことあるみたい。あ、見たことあるみたいな感じ。たかしって言うんですけど。聞いたことありますね。たかしは結構います。じゃあ気使ってくれてるやん。じゃあ最後にこれだけ見てください。ビューティー。ん、あ、そうですか。では選挙に佐賀の方ですか。
ちなみにスプリンですね。そうですよね。今日お伺いします。あ、カチカチプレス。あ、そうですそうですそうです。なるほど、佐賀の方ではない。あ、ちなみにあの僕その番組出てるんですけど、僕のことを絶対に知らないマナコをされてる。目の奥が誰だっけこの人。ちょっとよかったらせっかくなんで広報ですもんね。広報です。はい、9月ぐらいトスのサラントスさんの横、はい、斜め向かいぐらいに今体育館作ってて、はい、それが完成するんでみんなで引っ越してきます。なるほど。だからサガントスと久光もうめちゃめちゃ強いチーム同士が横になるっていうね。じゃあちょっと僕のギャグありますんで一緒にみんなで応援に行きましょう。じゃあいきます、せーの、ビューティー。ありがとうございます。候補のお仕事大変ですね本当に。僕が言うのもなんですけど、こんなんまで させられて、おかげさまでサガン芸人です。じゃあお兄さん佐賀の方ですか。はい。あ、ちょっと一瞬だけ撮影していいですか。佐賀の芸人さんって言ったら誰を思い浮かべますか。僕のこと知ってくれてます。はい。あ、僕の名前とか分かりますか。やったー、嬉しい。ビューティー、嬉しい。あ、それは多分野中君が、はい、うちの娘と同級生。あ、知り合いです。僕の印象ってどんな感じですか。印象ですか。はい、はい、頑張ってください。あ、やばい。もう、さすがに佐賀の方に僕のこと知ってますかね、聞いてたんですよ。あ、うん、ごめんなさい、ちょっとよくわかんない。やばいやん。どうなってるん佐賀テレビ。これリアルに名前出てくるんですか。名前出てきますよ。あ、ちょっと言ってもらっていいですか。ビ、はい、ビ、イ、イ、シキタカシさん。はい、ビューティー。ありがとうございます。これ恥ずかしくなってきたのか、身内見つけて。おかげさまでサガン芸人です。サガ の芸人といえば誰を思い浮かべますか。メガモツ。あ、メガモツさん。あ、これいけた、これいける。僕のことを知ってます。嘘だ。ちょっとこれ見てください。ビューティー。どう。知らない。ごめん。美意識高しと言います。聞いたことはない。ない。声を大きな声がいいね。子供の知らねえきつい。知らない。いやーやばいね。完全にリーチです。完全にリーチだ。はい。もう一個でもミスれないってこと。そうです。やばいやん。あ、来た来た来た。こんにちは。チャンス。僕のこと見たことあります。あるくんだって思ってる。佐賀テレビ。はい、来ました。ラストチャンス。じゃあいきます。僕の名前わかりますか。名前はね。来て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 。ごめんなさい、親しい人でもね、もう私たちの年になると忘れると出てこんない。本当は覚えてたんですよね。あ、だからこれ覚えてたから1カウントしてよ。僕のこのギャグ見たらちょっと思い出すかも、名前関連してるんで。いきます。ビューティー。これやめよ、ビューティー。もうこれでわからんくなっとるわ今。なんとかたかしと言います。なんとかたかし、ビューティーと関連します。何か、ビューティーって綺麗っていうことや。そうです、そうです。来た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 。頼む。ビビビーとビーとでもなく、ビーとたかし。ビーとたかし。終わった。あー、長い戦いにしたよ。罰ゲーム。ちょ、わー、うまそう。なになに、罰じゃないやんこんなん。なに、刺し天然の、あのお寿司の詰め合わせになってる。わ、ちょっと待って、もう見えとんねんこれ。死ぬほど。そのこれダメです。これどれでもいいんだ。どれでもっていうか、もうこれで今までで一番ヤバくなかった。はみ出とるって。
頑張ります。今後皆さん知ってもらえるようにじゃあ行きます。おかげさまで左岸芸人です。